おはにちわんばんこ田中坊です。この撮影は高層ビル高槻駅前の高層マンションをただ写しに来ただけの動画です。ただ写しています。なんも別に特段変わったことはないです。高層マンションを撮りに来ただけの動画です。電車も写して高層マンションも写す。これが醍醐味です。私服です。これはもうちょっと説明下手くそやから何とも言えないんですけど、ただすげえって思いました。これすごいやん、ほんまにすげえやん。ちょっくらアングル変えてこの角度からマンションを眺めます。また電車や。もう見ておられる方飽きるかもやけど、また電車撮ってます。はあ、貨物電車貨物列車かっこいいな。はい、テイク2、回った電車、新快速です。すごい速さで走っていっています。もうスピード。
そして高槻市役所も撮影に来ました。高槻市役所、まあまあの高層ビルです。おー、立派やな。そして JR 高槻駅前にやってきています。高槻駅前、僕自身は初めてやってきました。もう駅前なんでやっぱり栄えています。このロータリーの上にある歩道橋から眺めてるんですけど、高層マンションが見えて、松坂屋もあって、松坂屋どっちですかね、なんせデパートがあります。でぐるりと見渡してまたマンションが見えたり、やっぱり都会ですね。まあ、僕が田舎もんなんで、どの町でも高層マンションとか高層ビルが見えると都会やって思います。晴れてきたのでまた戻ってきて、同じアングルから撮影しに戻ってきました。いや、なんかちょっとビルばっかりなんや思う人も多分多いと思うんですけど、あ、ビル、やっぱ僕はビルが好きです。かっこええわ、ほんま。長らく最後まで見ていただいた方、ご視聴ありがとうございました。いや、ちょっとでもやけど見てくれた人ありがとうございました。高層マンションばっかりで、高層ビルばっかりですいませんでした。またなっかさんも撮影したいです。ではさようなら、さようなら、おしまいです。